自民党の最大派閥安倍派の裏金疑惑で岸田文雄首相は事実上更迭した同派四4閣僚の後任にいずれも閣僚経験者を当てたこのうちの3人は今年8月の内閣改造で閣外に去っておりわずか3ヶ月での再入閣松本武明総務省に至っては 政治資金問題で昨年11月に辞任した寺田敏元総務省の後任として後始末を任されたばかりの再当番でさながら野球の中継投手後任人事から岸田政権の球場が浮かび上がる3度目入閣も記念写真なし更迭されたのは松野博一官房長官西村康利経済産業省、宮下一郎農林水産省、鈴木史総務省 松野西村良氏は安倍派の実力者五人衆の一人で派閥の実務を取り仕切る事務総長経験者でもある後任は順に岸田派の林芳正無派閥の斎藤健森山派の坂本哲氏麻生派の松本の各氏新人を当てなかったのは後任に不祥事が発覚して辞任という事態になれば政権の致命傷になりかねないとの判断からと見られる このうち、松本氏は旧民主党から無所属を経て自民党に移籍した衆院当選8回のベテラン、旧民主党の菅直人内閣で外相を務めており、今回で3回目の入閣となった。実は、外相就任も外国人からの献金受領で前原誠二氏が引責辞任したことに伴うもの。3回連続での緊急当番だ。 衆院選後の新内閣発足時や、全員に辞表を提出させて閣僚を入れ替える内閣改造時には、首相と全閣僚らが首相公邸の会談で記念写真を撮るのが恒例、閣僚経験者のほぼ全員が、議員会館の事務所に入閣時の記念写真を飾ってある。 しかし、松本氏は3回とも緊急当番のため、この写真はなし。3回入閣しながら、首相と全閣僚による記念写真がないのは、自民党の歴史で前例がないと見られる。まさにギネスものだ。自民党関係者によると、麻生太郎副総裁は2021年10月の衆院選後の第2次岸田内閣発足に際し、 幹事長に移動する茂木俊外相当時の後任に松本氏を推薦しかし首相は自身の派閥の林氏を起用したいきさつがある麻生氏の意見が通っていれば松本氏は外相として記念写真に収まっていたそもそも辞任する閣僚の後任の人選にあたっては辞めるいきさつや後任の条件 政権の現状などさまざまな観点から首相が判断する3回連続で辞任閣僚の後釜に声がかかった松本氏は奇遇といえよう林官房長官苦渋の決断定例記者会見で裏金疑惑の説明を拒否し続けた松野氏の後任は林氏これまで防衛省経済財政担当省農水省2回文科省 外相を務めており7回目の入閣となったこのうち経済財政担当相農水省2回目は前任者の辞任を受けたもので緊急当番は3回目だ投手に例えれば先発もリリーフもこなせるエース豊富な閣僚歴が示すようにさまざまな政策に詳しく答弁も安定しており ポスト士だ候補の一人党内の予想に反して9月の改造で外相を退任し無役となった首相には林氏に派内をまとめ派閥として政権を支える体制を強化させる周辺狙いがあったとされるにもかかわらず首相が林氏を内閣の要の官房長官に据えたことは政権の窮状を表していると言えよう 党関係者によると首相は9月まで防衛省を務めた無派閥の浜田誠一氏に官房長官を打診したが誇示されたという首相にとって林官房長官は苦渋の決断だったに違いない西村氏の後任の斉藤氏はかつて石破茂元幹事長が率いた旧石破派に所属したが現在は無派閥これまで農水省 法省を務めており、衆院当選5回で3回目の入閣。計算官僚出身で、計算行政に精通しており、妥当な人選といえよう。森山派から農水省農水省の坂本氏は、県議出身の衆院当選7回。菅義偉内閣で地方創生省を務めており、2回目の入閣となった。 所属する森山派は、領収、領収、の森山宏総務会長ら8人の子派閥。森山氏は、菅前首相や二階俊博元幹事長と親しく、森山派は政権と距離を置く非主流派に位置づけられるが、首相は非主流派とのパイプ役として、森山氏を徴用している。首相は、森山派が他の子派閥と異なり、 東京地検特捜部の捜査対象になっておらず同派から閣僚を起用してこなかったことも考慮し坂本氏を当てたようだ同氏は農水族の一人で森山氏自身も農水省を経験した農水族の最大実力者農林水産行政は当面党側では森山派が主導することになりそうだ一方交代した副大臣は5人 文科は無派閥の安倍敏子内閣府は岸田派の古賀敦外務は無派閥の柘吉義文、経産は模擬派の光月良介防衛は森山派の鬼木誠の隠しに落ち着いた副大臣の後任をめぐっても官房長官人事と同様羅診を断った議員がいたようだ岸田政権の先行きを危惧し泥船に乗りたくないとの判断があったと見られる 以下はネットユーザーザのの反応をまとめたものです。岸田内閣の支持率の下落は岸田政権の問題以上に自民党の信頼失墜です総裁としての岸田首相にはもちろん大きな責任がありますが自民党への信頼失墜である以上現状で別の首相が自民党から出たとして支持率が急上昇するとは考えられませんその意味では 球場の自公政権と考えるべきでしょう。派閥と政治資金の問題について、一定の制度改革を実現しない限り、自公政権は球場のままです。つまり、球場が持続するのがこれからの政治です。 すぐに野党が政権担当能力を備えるとまでは言えませんがこうした休場続きの中で徐々に野党に人材や政策地が集まるかどうかが鍵です政治報道の最大の問題は休場続きに忍耐力がなく内閣交代や解散に活路を求めるようなかきぶりに逃げがちなことですその意味では 岸田政権が崩壊すれば事態が明るくなるような論調には、読者は簡単に納得しない方が良いでしょう。もう一人一人交代、更迭するなんてやってられるレベルではないと思うし、そろそろ内閣総辞職も視野に入れた方が良いのではと思う。まだ裏金問題の全貌も判明してない、今は名が上がらない議員が数日後、疑惑で矢面に立たされるかもわからない。 そんな中で人事をしても、また疑惑が出れば更迭、辞任ドミノが再発するのではないか確かに疑惑の出た議員を政府の役職に努めさせるべきではないし、交代された方には頑張ってもらいたいが、安倍派を一掃すれば解決できるほどの問題ではないし、早く自民党全体を調査して議員の白黒をはっきりしてもらいたい。個人的なな問題じゃないし、 派閥だけの問題でもないこれは自民党の党の問題東京地検特捜部の調査は自民党内17名というニュースも見たこれだけ同じ内容の不正が秘書や経理担当の判断だけで広がるはずがない議員の関与だけでなく旗を振ってた人間が必ずいる。 特捜部には頑張ってもらいぜひ議員の逮捕まで進めてほしいその昔マスコミメディアは派閥に対して猛批判をしていた今回の件の報道を見ているともう完全にその頃を忘れてしまったように派閥を容認しているかのような報道ばかり切相のないマスコミメディアにはジャニーズ問題と同様世界で一番モラル 常識、ガバナンンンス、スコンプライアンスのない企業としか移らないここまで来たら派閥の解消と政治資金の在り方、岸田総理に日本国の総理として力量があるのかの次元ではないか、どこの派閥に属しているかなどより、政治家として一般国民、一般企業と同じことをやることを唱えている議員を探すことが第一だ。 悪いことして涙ながらに派閥の責任と責任転嫁している議員までいる今の状態は異常だ。マスコミ、メディアは、議員のクリーン番付でも報道しなよ。安倍派の辞職組はけじめがどうとか言っていましたが、何を適当なことをと思いました。岸田内閣は近々大臣に追い込まれると踏んで 最後まで泥船に居残っていて次の総裁の組閣で割り食ってはかなわんと我先に逃げ出しただけでしょう金剣政治に邁進し順法精神が欠落しているばかりでなく国会議員としての責任の自覚すらない人たち議員辞職が妥当だと思います岸田さんは即戦力云々と新閣僚をアピールしていたが 今の惨状で即戦力云々と発言する政治的感覚は絶望的にずれている加えて何人にも誘いを誇示されている報道もあり、また容易に想像もついていたのだ家中の栗を拾う覚悟で入閣した議員はおらず、派閥の親分の支持やしがらみ等から不本意ながら入閣したと考えるのが自然だ。 岸田政権に残された期間は極めて少ないことも自命乗りであり、地元で同情されるかもしれない、それが唯一の慰めとモチベーションではないかいずれにしても1から2ヶ月で任を外れることは間違いないと思う内閣不信任案は出されたんだっけ、この状況で否決になれば公明党も終わるんじゃないの。平和。 公明党の議員が反対票を投じれば戦争賛成汚職賛成ってことになるそれを創価学会の会員は許すだろうか自民党が公共事業という特権で汚職を繰り返し票を獲得し続ける事実を公明党は許容し続けるのだろうか 日本の行く末が案じられる、国家の中枢である大臣がこうも頻繁に交代しているようでは世界になめられても仕方ないと思うこれからの日本のことをしっかり考えてくれる人が政治家になるべきだ現在のお金持ちしか政治家になれないような仕組みを改善していく必要がある。